夏休みにスプラトゥーン。やあ、さすがに気づけよ。スプラトゥーン。2パート前もフェスだったけど、今回もフェスです。スプラトゥーンって結構お祭り騒ぎが好きなゲームなんだろうか。そんな印象を俺に持ってきてくれます。お知らせ、サイン、コサイン、タンジェントは言わない。俺たちの嫁がこういう感じでフェス開催の合図を出しておりますね。ステージなんだろうな。僕が実況を撮るときビーバースパーク多くないですか。狙ってるんですか、任天堂さん。あ、これ新ステージやね。ここのやつ撮りたい。今回はビーバースパークばっかってことはならないようにしてほしい。お、もう一つ、タッチオ、あれも、あれ、この実況、これが出てから初めて実況撮るんやな。よっしゃ、元気に行こう。みんなで元気に。あれ、例によってみんながこんな感じで踊って、今回はこのホタルちゃんの方が、あ、ホタルちゃん、ちょっとスパッツ履いとけんいいけど、さ、パンツ履いとったらお前、見えてるぞ、普通に。よっしゃ。というわけで、今回、あ、これこれ。俺の参加しているのは、ミルクティー。この前、俺のキャスを見てくださった人は分かると思うけど、ミルクティーの方がうまかった。俺はミルクティーの方がうまく感じた。だからミルクティー参加しております。というわけで、今日も行ってみましょう。少しは痩せたらどうだ。ミルクティーってさ、すごいんやで。この前飲んだ時、ミルクティーできた時に。あれこれ、デジャブ。超デジャブなんですけど、この野郎。タヌキとキツネの時もそうだったやん。デジャブなんですけど、反乱起きてるんですけど、やっぱフェスって反乱の日なのか、この野郎。あ、俺が使う武器は、NZAP98。読み方これであったんか知らんけど。まあ、どういう武器かって言ったら、シャープマーカーだったっけな、それの色違い版だったかな、シャープマーカーで当たったっけ。まあそうなんやけど、なんかいつもより暗ないこのステージ。暗いぞいつもより。何照明焚いとんこれ。照明焚いてほしいんやけど、もっと敵ちょっと正面におったけど無視します。 NZAP98 サブがこういう感じでスプリンクラなんで、こういうミサイルとかーっていけるわけですね。ミサイルじゃないんやけどな、名前。トルネードなんやけどな。でもミサイルやけん。これ完全にミサイルやけん。どっちかって言うたら。もう直接食らったらもう、死ぬよ。即死するぐらいの、そういうやつの気がするけど。危ないよ。インクがどうのこうのの話でなくなり始めた気がするもんな。ちょっとビデオキャプチャーに繋いでるけん。ラグとか、ちょっと、当てにくい当てにくい当てにくい。あれおかしいな。前に撮った時よりもちょっとエイムが合わせにくくなってる。気のせいかな。ビデオキャプチャーやけんちょっとラフがあるけんかな。言い訳にしとこう。この NZAP98 はとりあえず98なんや、89の方がいいかな。押せ押せ、押し込め押し込め押し込めない、落とせ落とせ落とせない。ダメだ。まあガンガン行こう。まだ、そんでも大差つけられてないんじゃ。俺すごいやられっぱなしやけどな。意外と、やられてないやな。どんどん進め。あとでテレビに繋ごうかな。テレビに繋いだ方がうまく、ラグがないけんうまく戦えると思われる。ちゃんと取れるかわからんけど。よっしゃ、とりあえず、あ、でも勝っちょんで勝っちょんで。俺そんなに活躍しないけど、活躍したといえばトルネード一発撃った程度やけど。活躍にはちょっと程遠いですけどね。まあいいや。勝てばいいんだ、勝てば。ミルクティーの美味しさっていうのをみんなに伝える。使命が、あ、後ろから来る。これ絶対後ろから来る。あ、こんな。ここら辺でスプリンクラー焚いとこう。わ、やばいな。敵をうまく定期しなあかんところで、こういうレーダーつけられたの。怖いけど混んでないか。あーアホ、そんな危ないもんぶつけてきたら俺怪我するやないか。病院送りにするとかお前、そういうもんだこのゲームは。そう、
あーん生きるも取れてない。言い訳させて。本当楽がでかいの。なんか右に行ってさ、ちょっと感性働くんよな。右に行ってから左に倒そうとしたらさ、感性の法則でさ、ちょっと右にずれるんよな。ちょっと滑るんよな。だから、うん。ドズン、勝ったけど、そんなに俺活躍できてないっていう現実。あ、でもポイントとかは取れとるわ。あ、いいぜ。別にいいや。それだったら別にいいわ。取れとんやけん。キルは取れないけど、ポイントは取れとる。そうそうそう。別にこれ、キルが取るゲームじゃないけんな。その辺勘違いしてほしくないな。わかる？俺以外が4人、7人とも誠だと。貴様ら、何打ち合わせてきとんな。普通の上が誠なんかな。だとしたら2回勝ったらそれでもう誠に赤えるよな。まあそんなもんか。行くぜ。ちゃんとレモンティーが相手じゃ。さっき反乱軍を取り押さえたところで終わった。あれ待てよ、俺このステージやったことない。このステージ初めてやるんやけど、このいろは坂みたいな。ちょっと他の実況者さんの動画見てさ、ちょっとやってみたいなっていうこととさ、これいろは坂じゃねえって、日光のいろは坂じゃねえっていう印象を受けたけど、あ、このさ、インクのミルクティー感、ミルク感がちょっといいな。ベイビー、全国のベイビーを揺るがす、そんな色。とりあえずトルネード、敵が追いかけてきよったけど、トルネードを使ってこの辺り、これで巻き返しを狙う。いけー、いいとこ落ちたけど囲まれとんだ。ああ、まあいいか。敵が固まったっていう事実がいいよな。要するにこれはちょっとさ、ショートカットで勇気を持ってショートカットしていくか、ちょっとずつ塗りながら進んでいくかの二択になるんだ。なるほど。でも本当イニシャル G 知っとる人とさ、あの栃木に住んでる人にとっちゃさ、これいろは坂じゃねえやな。危ない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 やアホ。お前引き殺す気か。お前生命保険出してくれるんやろうな。生命保険、そもそも生命保険出すの保険会社やな。第三者やな。俺とお前とでもないな。やばい、押されてる。イエス、プリンクロード。味方でした。よう見たら味方でした。何やってるんだろうね。あ、ローラーのプレッシャーが強いぞ。ああ。これは、大差で勝とうとせずに、ちょっとローラーをうまく前に出させんような戦い方しよう。現にあんまり五分五分ぐらいでさ、このステージローラーがちょっと攻めにくいんかもしれんな。うまく待ち伏せ取ったらこっちの方が軍配が上がる感じなんだろうな。だったら無理に攻めにいかんでもいいと思われる。よし、あ、俺じゃないんかい。俺のキルちゃうんかい。あ、ない。これだ、ダイナモローラーとか。これの飛ばしてくるやつが結構距離長いよな。だからちょっと近づくんが大変。まああれがダイナモローラーだったか知らんけど、味方はいいところおるやん。あ、でもそうなると敵がこっち側に攻めてきて塗られよるけん、そう考えたら、逆に考えたらこっちやらんかったら、味方が敵のリスの方から U ターン。あー、危ない。逃げろ。あのイカ放置しとっていいんだろうか。いけ、敵リスにめがけてトルネード。このローラー倒したかな、まずい。で、倒した上でいけるんか、これ。あかん、届かん。言い訳をさせてもらおうか。何回も言い訳するけどね、このステージ初めてなんだよね。まあそう落胆せずに行こう。俺は、あら、俺が一番だったんだ、チーム内じゃ。みんな頑張れよ、俺このステージ初めてだったぞ。お前いろは坂って思いながらも戦いよったんぞ。いろは坂、日光のいろは坂じゃ。あなたに届けたい我らのメッセージ、あなたに届けたい。スルーしたけどね、まだ反乱起きてますね今。
スルーしてそうになったけどね。青かい。俺ら青かい。お前ら黄色かい。全然魅力じゃないな。大体青の飲み物ってなんだ？ブルーハワイ。それあれやん、かき氷でよくあるやつやな。あれ結局何味なんだろう。結局のところブルーハワイってさ、ハワイ食べようわけじゃないんやけどさ、ハワイ食べるってなんなん。なんな、危ない。こんな感じになった。危ないやん、アホ。置いてなかったら死んどったわ。一旦トルネードを発動。この広い、あー、味方がやってる。先に味方がやってるやん。もったいな、俺のトルネード。スプリンクラーで邪魔をする。まあ着地の瞬間に破裂したような見たこと起きたけどね。破裂したような。わあ、トルネードがきついぞ。日光猿軍団がおるんか、この辺。いろは坂、須藤恭一がおるんかな。勝利の方程式、勝利への方程式とか言うんだろうが。ああ、刹那圭介流勝利への方程式。よし、うまい、いいぞ。攻めろ攻めろ、もっとやれ。うまい。あー、まあそりゃそんなもんか。やる、うまい。結構前線上がってきとんで、これコースの形状上さ、敵と戦わずに前に進むっていうのが難しいステージやけんな。あ、エイム、よし。おお、味方やる、味方やる。今一キル取ったね。あそこにおる敵は下に下がったけ、味方に任せて敵リス周辺に来ちゃった。来ちゃうかな。あかーん、これは距離的にちょっと厳しいよな。ノバブラスターか、一発食らったらアウトやないか。ちょっとトルネードがもったいなかったけどしょうがない。とりあえず前進されんように。あーん、あー、下ろす場所考えて。下ろす場所、下ろす場所。味方とんでもないところおったんか、お前は。ん、下ろすところ正確ではないぞ。下ろすところちょっと連れとったぞ、味方のおるところとは比べたら。こういうす、いけ、届け。ちょっと射程眺めわけな、この J は。あかーん、わ、おい、おい、しっかりされてる。いつの間に、あー、アタックこだかったな。味方耐えて、味方耐えて。うい、あ、お、これはワンちゃんあるか、逆転への兆しか。いけるのか、攻めろ攻めろ。あがーん、どうだ、押し込んだか、押し込んだか、押し込んだ、押し込んだかもしれない、押し込んだかもしれない。ちょっとおいらの方が多いような見た目が しているかもしれない。あー、逆転勝利 0.4% 差。まあ視聴者さんから、俺活躍してね、刹那圭介さん活躍してませんよねみたいなこと言われたらおしまい。してるわ。普通にしてるわ、キル取ってるわ。デスの方が多いけどな。武器変えようかな。知らぬ間に俺誠になってる。本名ケイスキなのに誠になってる。刹那誠かっこいいな。刹那誠ってかっこいいな。もう刹那ケイスキやめて刹那誠にしようかな。刹那誠、あ、略したらあかんわ。略したらあかんけどさ、すごいな。俺のチームの一番上にスペシャルってやつがおる。スペシャル様なんや。パトリック・コーラサワーかな。模擬戦でも負け知らずのスペシャル様なんかな。だとしたらなんじゃこりゃってなってエクシアに嫌えるけどな。やめといた方がいいよ。飽きた。あー、反逆のルルーシュか。コードギアズ反逆のルルーシュ。武器は変えて、あ、このステージか、新ステージ。1回ぐらいやりたかったなって1回目やったなこれ。あの時はちょっとビデオキャプチャーのつなぎ方の問題でラグがあったけど、俺ちょっとガチ武器若星シューターにしました。バリアをうまく使って戦います。装備もいい感じにはなっとると思うよな。防御力上げて、足がね、サブに
ゲージアップのやつがサブに2つついたのよね。だからちょっと上がりやすいっていうことを念頭に置いた戦い方。味方が戦いよる間に俺は左、味方が2キルもしてるやん。やるな、バリアや調達。いい展開です、いい展開ですよ。さてこっからないよな。このステージの嫌なことはさ、右側、右のレーンに入っていくにはこの敵がたくさんおるところに行かなあかん。あー危ない、これだよ、ちゃんと飛ばんかった。あーうーん、このステージ嫌いなんか嫌い、攻めにくいよな。やったことある人は分かると思うけどさ、こう一旦前の方にあるこの橋渡って右側行かんかったら右側行けんのよな。つまりさ、中盤で相手の塗りを止めなあかんって時にさ、右側が相手が右側塗っていったらさ、それ止めれんのよな。嫌なことに敵が右側におったな今。どこら辺におるか分からんけど、うまくバリアで対処して切り崩す。あれおらんな、あれどこ行ったん、あ敵さん、敵さんおらんな。あれ塗り放題ほうほけいきょう、よろれよろれよろれひー、塗り放題塗り放題。よし、とりあえずバリアがあったけん戦いたかった気もせんでもない。危ない、ジャンプしたら空中では動きにくいんですよ、わかります。よし、二人キルできたら上等、うまくバリアを使いこなす。ちょっと危ない持ってるやん、味方だった。危なくない、何一つ危なくない、むしろすごいラッキー、いいところで使ったな、このストレートでいい感じやん。やっぱガチ武器、あっ来よるな、一旦これ、あローラーか、後ろに下がれないグレネードのせいでね、そんな状態にしてからのこれだ。よし、うまく入れ替わって切る、やっぱうまなったんじゃん俺、前回のパートナーと比べた。そんで俺バリアがいいタイミングで使ったので使いておきます。逃がさんよ逃がさんよ、4連続、あとグレネード投げて止めた、いい感じに味方はやられたけど止めた。圧倒的じゃないか、アムロがおったらそう言うよ。ローラー相手はもう決まり決まり、よし、よし6、いいやん俺6連続キル、いいやん、さすが若葉シューターと俺のクララボレーション。あら最後死んだ状態で終わってしまったなんか最後だけかっこ悪い。まあ戦果としては完璧ですがね、完璧じゃないか、1430ポイントも取れちゃった。でスコアだよ、1350とか、よう喋りながらこんなに取れたな、8キル2ですやって、いい終わり方した。というわけで今回のパートはここまで、ご視聴ありがとうございました。仕上げ